みゆき。残り3回フォーク中心のリードで頼む。あくまでフォークは見せ玉に、ストレートとカーブを中心に配球することが理想だと思います。いや、フォーク中心に投げる。これで打ち込まれたら責任取ってもらうからな。その頭てっぺんまで反り上げてスキンにしてやる。それいい、乗った乗った。ひゃははロン毛になってもらってもいいっすけど。久しぶりのマウンド楽しんでな。また吠えてくださいよ。ひゃは、こっちに打たせてこい。一つずつ行きましょう。1点取られたらスキンヘッド、2点目取られたら眉毛も剃るということで決定だな。メモしておこう。おい、クリスまで。ひゃははクリス先輩最高。3点目は挑発か。何隅っこで小さくなってんだよ。ピカイチローはベンチでドカッと座ってなよ、眩しいから。スキンヘッドは頭皮のやけどに気をつけろ。お前ら、ダンバ、ちょっといいか。よし、これで大丈夫だ。腹が川上、もういいのか。すいません、もう少し。マスコ、何のアピールだ。ひでえっすよ監督。似合ってますよマスコさん。てか迫力2倍増し。鼻がイメチェンか。よかったね、仲間ができて。笑いすぎだぞ、サマブラちゃん。ゴーノリ、こっちも言っとくか。バカ野郎、何やってんだ。俺も混ぜろ。おお、マジじゃん。おお、枯れ切ってる。目が見えてる。赤面してる。何、言いたいことあるなら言いなよ。うわー、グレタ、ハレッチがグレタ、カムバックハレッチ。エージュン君、そろそろ黙ろうか。ブロック予選の戦い方があまりに不細工だったからさ、いじめに来たよ。おお、びっくりした。似合ってるよね。話さない。バカはほっとけ。お兄さん、もういい、話さない。小湊家の最強遺伝子